どうも、ケイスケです。よいや、ちょっとね、寒くなりましたね。いや、今日は寒いかなと思ってさっきまで長袖着てたんですけど、逆に暑くなっちゃって、今ね、難しい時期っすよね。で、今日はね、雨なんですよ。外でね、本当は写真とか撮って、レンズのレビューとかしたかったんですけども、ちょっとね、この雨だといい写真ちょっと撮りづらいなっていうことで、今日は家でカラーグレーディングの話をしたいと思います。実はね、このカラーグレーディングの話、今日本当に長編になると思うんだけど、もう本当に永久保存版みたいな感じでもう全部話していこうと思うんだけど、これ1回撮ってんだけど、データ消しちゃいまして、40分ぐらいのデータ消しちゃって、ちょっとね、ブラッシュアップされたってことで、よしとしましょう。で、今日はさっきから言った通り、このね、カラーグレーディング、要は動画の色編集の話なんですけども、もうほんとね、包み隠さず全部言っちゃいます。もう僕のやってるやり方、こうやってこういう風にカラーグレーディングしてますっていう方法を全部基本的には教えます。今日はダヴィンチっていうソフトでやるんですけども、もちろんね、このダヴィンチっていうソフトでもうすでにカラーグレーディングしてるよ、カラーコレクションしてるよっていう人は見てほしいし、そうじゃなく、これから始めるよって人とか、あとは一回見ていただいてちょっと忘れたなと思った時にまたね、見返してもらえるときっとね、たくさん理解が深まると思いますんで、ぜひ最後まで見てって、そして保存を押してくれると嬉しいなと思います。ということで、早速今日の動画いってみましょう。はい、改めまして、今日はね、カラーグレーディングのお話なんですけども、そもそもカラーグレーディングって何かっていう風なのをざっくり言うと、自分のね、出したい色、例えば映画とかだったら、いわゆるティール&オレンジとか、そういうような色っていうのがあると思うんですけども、それを自分の撮った動画で再現すると。再現っていうか、自分なりの色を出すというのが、カラーグレーディングって言われたりします。で、最初に言っておきたいのが、このね、カラーグレーディングのやり方っていうのはもう本当に無数にあります。っていうか、もうそのカラーグレーディングの結果ってその人自身にしかないんですよね。正解はないので、もちろんその正解の数、やり方はあるし、正解が無数にあるってことはやり方も無数にあります。なんで今日やる方法が全てではないので、ぜひですね、僕の動画も見ていただいて、他の動画、あの人はどういう風にカラーグレーディングしてるんだろう、あの人はどういう風にカラーグレーディングしてるんだろうっていうのをいろいろ吸収して、で、自分の合ったやり方っていうのを混ぜこぜで選んでくれると嬉しいなと思います。で、一応今日に関しては僕のやり方紹介しつつ、一番最後に大元さんのね、やり方っていうのもご紹介してるんで、最後まで見ていただくと、とりあえず今回は2人分のね、やり方を、マスターできるという感じになります。ということで、早速ね、行ってみましょう。これね、この前画面録画し忘れたんで、マジで画面録画今ね、やっときます。ほんとね、忘れると死ぬから。はい、まず画面こんな感じとなっております。で、ですね、ダヴィンチの使い方、もう基礎的な使い方はここでは話さないです。それまで話してるともう時間が無限に足りなくなっちゃうんで、基本的にはカラーの話をします。で、カラーの話ですね、カラーをいじるときには、基本的にはここにね、素材を一回並べて、で、下のね、タブの 1,2,3,4,5 番目か、はい、ここの部分でカラーをいじれるようになります。で、ここからね、ちょっとツールの話をざっくりしたいと思います。で、ツールというか、画面の話ですね。まず上にギャラリーラットメディアプール、一番左上にあると思いますけども、このギャラリーっていうのは、このね、動画から書き出したスチル静止画っていうのを一時的に保存しておくところです。あんま使わない、で、次ラットっていうのは、ダヴィンチに保存された、もしくは自分で作ったのをダヴィンチに入れた、色のフィルターみたいなのがここに集まってます。で、次メディアプールっていうのは、このね、プロジェクト全体に保存した、こういう動画ですね、動画の素材が並んでいます。で、3つはこんな感じで切り替えられて、はい、で、右行きます。右、タイムラインっていうのはあんま使わないですね。タイムラインっていう、一応こう素材が並んでますよっていうタイムライン、ここでいじれます。クリップは並んでいるクリップですね。今クリップ1個しか並んでないので、ここに1個しか表示されてません。 2,3 個ね、ここに並んでると 2,3 個表示されます。で、ノード、これは絶対マストですね。ここで色編集をします。このノードについてちょっと後で詳しくご紹介します。で、オープン FX、 これはエフェクトですね、これは有料版の機能にしかないと思います。ダヴィンチリゾルブスタジオっていうので今回使ってるんですけども、スタジオ版にしかこの機能はないかも、はい。で、ライトボックスはなんか素材というか、今並べてる素材を一時的にこうパッて見れるよみたいな感じですね。あんま使わない。上の部分はこんな感じです。基本的にはギャラリーカラットっていうのをここに表示させておいて、で、こっち側には僕タイムライン入れないんですけども、クリップのノード、OpenFX も一回閉じてていいかな。クリップのノード2つだけ表示してます。
こっちは個別にオンオフできて、こっちはあの1個表示したら1個消えるみたいな感じですね。で次下この辺ですね。この辺分かりづらいですよね。この辺表示させておきます。まあ一番左はいいでしょう。カメラローってやつで、ロー動画っていうのを撮るときに必要になります。今回は使わない。はい、2番目、カラーマッチ、これもね、2番目カラーマッチ、これもあんま使わないですね。これもロー動画の時に基本は使うと思います。僕はあんま使ったことない。ここの2つはなんかね、カラーの要は色をローとかで撮った時に1回揃えますよみたいなやつです。でここからが結構重要なポイントです。こうやってタブが1個1個あります。で使う部分だけ紹介しておきます。まあ僕のねカラーグレーディングで使わない部分っていうのがあるので、そこはもうここは使わないですって言っちゃいます。あんま使ったことないんで説明できないし。はい、でまず1個目プライマリーっていうところ、ここですね。はい、ここは明るさをこういじるところになります。ほら変わってるの分かりますよね。でリフトっていうのがシャドウの部分、暗い部分中心にいじりますよ。ガンマっていうのがミドルの部分で、ゲインっていうのがハイライトですね。はい、を中心にいじります。でオフセットっていうのはこの、リフト、ガンマ、ゲインっていうのをそのまんまに高くしていく低くしていくって感じです。はい、っていう感じ。一応ここでバーっていうのとログっていうのに変えれるんですけども、まあちょっとねこれね難しいかな。一応基本ホイールで使います。まあログとバーっていうのも気になれば調べてみてください。ここ深すぎてちょっとねあんまり話しすぎるとね無限にいっちゃう。はい、で次 HDR、 ここはねあんま使ったことないんですよね。これ新しく追加された機能なんですけども、多分 HDR 素材の時に、さっきのね、プライマリーっていうのを使うのかな。ちょっとあんまね僕もねこれいじったことないんですよね。でこうやって今編集したところね、編集したらこのね赤ポチがつきます。でこれ編集やっぱ元に戻したいなって時はこのねプラスのなんかくるっていうマークやるとなくなります。ほら、はい、こんな感じで元に戻せますと。で3番目、これは RGB ミキサーって言って、赤の出力、緑の出力、青の出力、これね光の三原則って言って、赤緑青ね3つの出力で全部の色っていうのが出されてます。なのでまあ赤の部分の赤成分引きたいよとか、緑の部分の赤成分引きたいよとか、そういうのをね、ここでいじることができます。まあ、最初難しいんであんまいじんないかもしれないですね。はい、で次ここ左からだと6番目はこれ、ノイズリダクションですね。はい、このねノイズの部分はダヴィンチリゾルブスタジオ有料版でしか使えない機能になってます。これは、ノイズとか入った時に使う感じですね。でこのノイズ処理って結構重いんですけども、基本的にローとかログの撮影っていうのはもうこのノイズ除去っていうのはもうマストで入れてます。てかまあマストって言われてますので、僕もねマストで入れてるんですけども、まああとでどこで入れるかっていうのを紹介します。で次7番目カーブです。でこのカーブの部分は写真をいじったことがある人ならまあちょっと知ってるかもしれないですね。トーンカーブってやつです。これはまあこんな感じで S 字にしてあげるとコントラストが上がったりとか、はい、これ暗い部分ですね。ここ暗い部分から明るい部分に行くのをカーブで示してて、これの、まあ、例えばこの辺の暗い部分いじりたいなと思ってポチッと押すと、ほらここに点できるんですね。でこの点をやるとここの暗い部分中心に下がってくれたりとか、そういう風ないじり方ができます。はい、はい、2個目のタブが色相をかける色相、要はこの色味の部分のこの色味を変えますよっていう感じ。これちょっと分かりづらいね。はい、で色相をかけるサイドはこの色味の部分だけ、サイド上げますとか、例えばこれ緑多いから緑の部分サイド上げようと思ったら緑の部分だけキュッと上げてあげると、こうサイド上がってるの分かります？ちょっと分かりづらいけど、はい、で3番目色相をかける軌道、この色の部分の明るさだけ変えますよってやつ。あ、分かりづらい。5番目軌道かけるサイド、まあ、この辺はちょっとあんま使わないですね。要は輝度、明るさの部分に対してサイドを上げるとか下げるとか、明るい部分だけサイドを上げたりとか下げたりとかすることができます。でサイドかけるサイド、サイドの高いところのサイドをもう少し上げるとか下げるとか、そういうのができます。はい、サイドかける輝度は、サイドの高い部分の明るさ、サイドが低い部分の明るさっていうのをいじることができます。これはぜひですねいじってみていただかないと分かんないと思うんで、これですねぜひいじってみないと分かんないと思うんで、ちょっといじってみて感覚をつかんでください。はい、で次カラーワーパー、これも新しい機能なんですけど、これあんま分かんないです。この辺も使ってみないとな。これ今回のダヴィンチリゾルブ17から、追加された機能なんですけども、なんかどこをどういじっていいのかあんま分かんなくて僕は使ってないです。次クオリファイヤー、これはですね、指定した部分だけの編集をしますよみたいな感じです。例えば、他の部分には全く影響を与えたくないんだけど、この緑の部分だけちょっと変えたいんだよねと思ったら、このクオリファイヤー選んだ状態でビューって
こうやって指定してあげます。この辺を押してあげます。そうするとここのねキラキラみたいなペンのマークハイライトって書いてあるんですけど、これポチッと押すと選択されてる部分だけ出てきます。はい、これはまあ人と空以外の部分は選択されてそうですね。で選んでる部分はこうやってね結果で現れてます。この色相のこっからここの幅の色を選んでサイドはここからここ軌道はここからここみたいな感じで指定してあげてます。ちょっとねマニアックな話になってきてるけど、これね細かく一個一個説明してるとおそらく終わんなくなっちゃうから、あのぜひいじってみてほしい。で軌道ってなんじゃ、サイズなんじゃ、色相ってなんじゃっていうのが最初わからないと思うんで、ちょっとねいろいろいじりながら確認してみてください。まあここでねとりあえず色を選択して、その色だけ変化させるということができます。まあ、あの肌の色とか指定して肌の色変えるときとかに使いますね。はい、買ってきてくれたの、うん、センキュー。もう食べれるすぐ。ちょっとサクサクっといきます。ことがお昼ご飯買ってきてくれたんで。で次、これですね、これ指定範囲指定ですね。これ円形のこの部分だけ指定してこの部分の色味だけ変えますよみたいな、はい、こんな感じです。わかる？この円形に入ってる部分だけ変わります。でもちろん円形だけじゃなくてこうペンで指定したりとか、はい、この部分だけ指定しますよとかいう風にもできるし、四角形を選んでその四角形でもできるし、はい、みたいな感じで範囲を指定してあげて、で、その範囲を色変えたりとか、さっきのクオリファイアにちょっと似てますね。で次ここですね、トラッカーですね。このトラッカーどういう時に使うかっていうと、このトラッカーは、被写体をトラッキングする時とかに使えます。で、ダヴィンチリゾルブってすごいねこのトラッカーっていうのが優秀なんですけども、例えばこうやってね円形さっきのウィンドウで作るじゃないですか。で例えばコトちゃん真ん中の被写体の僕の妻だけ、指定したいよって感じにこうやってね指定してあげて、で次こっちの、トラッカーの方に行ってあげて、よいしょちょっと全体戻してここね。でこれでこの再生マーク押すとほら分かります？動画の動きに合わせてこの被写体を追ってくれるんですよ。あちょっとずれてるかな、まあ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 、まあ、角度とかもあるんでね、だいぶだいぶいってんな。はい、まあこんな感じで、トラッキングをしてくれると。まあ本来もっとうまくいったりとかするんですけども、今回あんまうまくいかなかったですね。はいもっとね顔の部分だけこのね丸で囲んであげるとか、このね最初の作るこうウィンドウをしっかりしてあげるともっとトラッキングうまくいくんで、ぜひチャレンジしてみてください。はい、であとマジックマスク、いやこれも使ったことないんだけど、これ便利そうなんだよな。このちょっとマジックマスクも使ったことないです。はい、飛ばします。はい、次ブラですね。ブラっていうのはまあブラ、まあわかりますね、こう上げていくとブラがかかったというかボケたような感じになって、こうやって下げていくとシャープネスがかかります。はい、で次、はい、ここキー入力ですね。これはラットとかあった時によく使うんですけど、例えばラット当てます。これよいしょ、ない状態ある状態こんな感じですよね。でなんだけどここまで当てたくないなっていう時に、これ選択した状態でこのキー出力ゲインっていうのを下げていくと、こんな感じでかかり具合を調整できます。混ぜる度合いを変えるみたいな感じですかね。基本はラットとかの時にしか使わないかなと思います。ラットっていうさっきのフィルターですね。最後2つサイズ調整と 3D、 これは使ったことないですね。あれ押せないや 3D ということで、ツールここの部分長くなりましたが、こんな感じ。とりあえず使うのはプライマリーと、モーションエフェクト、これノイズ除去ですね、カラーカーブ、クオリファイア、ウィンドウ、トラッカーでキー出力ぐらいですね。 あとブランマー たまに使うか。はい、っていう感じでやっています。一旦ちょっとご飯を食べて休憩して残り続きやります。もうね20分撮ってんのよはい、休憩。ケイスケの動画、お出身じゃないか、美味しそうだね。めっちゃ言っちゃった。ん？めっちゃ言っちゃったちょっとゼルダの伝説でもやってね。はい、で、そしたら、まあ、一旦今までのところでツールの紹介をしました。で、ここから、カラーグレーディングというか本格的な色編集の話になっていくんですけども、その前にもう一個だけね、これ、はい、これ、ここの部分、これ、ノードってやつです。この構造がね、なんかね、概念的にちょっと頭に入りづらいって人が多いんで、紹介しておくんですけども、これね、
フォトショップとか使ったことある人は分かると思うんですけども、レイアウト似たような感じです。これポン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 って増やせるんですけども、まあ 1,2,3,4,5 みたいな感じで、順番にかかっていくというようなものになっています。例えば1で明るさ上げました、コントラスト上げましたにしましょう、はい、で2で彩度上げましたとか、はい、で3で色温度調整しましたとか、まあそういうようなことができます。で例えばね、この3番で、色相 VS 色相で、まあ、何でもいいや、ここのね緑の部分をこうちょっと青っぽく変化させましたよと。な要はちょっとまあ説明が難しいんだけど、要は1番でかかった結果を2番でいじります、2番でかかった結果を3番でいじります、3番でかかった結果を4番でいじります、で5番までいじって最後出力ですよみたいな感じの構造とかにできます。で極論例えば1個あります。1個あって、さっき言った通り、例えば明るさをいじりますみたいな、はい、明るさいじります、でこれもう色もいじっちゃいます、彩度上げますとか、なんならラットも当てちゃいますとか、はい、こういうこといろいろできるんですけど、例えばこういう風にしちゃうとですね、ちょっと一部分色いじりたいんですねとか、この部分だけ、例えば、あったかくしたいんだよなとか、あとはコントラストだけ下げたいんだけどなっていう時にうまく微調整がしづらくなっちゃうんですよね。なので、個別にかけていくのがまあ一般的です。例えば、これね、オプションプラス S でノードっていうのが追加できるんですけども、例えばこれねラベルっていう名前をつけて、まあ例えば露出なエクスポージャーみたいなで、サイトからサチュレーションでホワイトバランスだからホワイトバランスとかラットとか、はい、こうやって、一個一個役割を決めてあげると、そうすると明るさコントラストはここで決めます、で、サチュレーションサイトの部分はここで決めます、でホワイトバランスはここで下げますとか、でラットはここで当てますとか、よいしょ、はい、そうするとですね、これ一個一個、ホワイトバランスやっぱ元に戻したいなと思った時に、この、ノード1個のノードの3番っていうこのね数字の部分ポチッと押すと、これ単体でオンオフができたりとかしますと、はい、なので、まあ、管理しやすくするためにこのノードっていうのは一個一個作ってあげて、かつラベルもつけてあげるっていうのがまあ基本だったりします。でもう一個ノードのね、ちょっと説明をしておくと、ノードってさっき言った通りオプション S で、ノードっていうのが一個一個追加できます。で僕がよく使うところで言うと、オプションを押しながら P を押すと、これパラレルノードっていうのが作られます。はい、このパラレルノードっていうのはこことここ2番と3番今入ってますね。2番と3番の結果を足して2で割った結果をここに出力してくださいねっていうものになります。後でどういう時で使ってるかっていうのを紹介します。でもう一個レイヤーノードってやつですね。さっきパラレルノードが P だったのでオプション P で使ったんですけども、次オプション L 作るとレイヤーノードというものができます。このレイヤーノードはですね、まあ数字の大きい方を上にかけますよっていうものになってます。例えば、今こう5番と6番あったら6番の方が数字大きいじゃないですか。だから5番をどんだけいじっても反応しないんですね、はい、でも6番いじると反応します、はい、これじゃあ5番いらないやんって思うんですけども、例えば、こっちにねラット当てますと、要はこれがない状態、6番がない状態だとこんな感じでね、色がかかってる感じになるんですね。まあ、ちょっと仮ですけどこんな感じで適当にバーってやってみて、はい、で、このじゃあ6番なんですけど、要はここのねなんか肌の部分だけちょっとラット入れると汚くなっちゃうなみたいな時に、こうやってさっきのウィンドウを使ってあげると、ほい、よいしょ、はい、わかる？ウィンドウをかけてるのは6番だけだから、6番はここにしかかかんないのね。でその部分はかけないよってやつだから、その部分は5番のノードが現れます。で例えばこのね6番のキー出力っていうところをちょっと下げてあげるみたいな感じにすると、うまく足して2で割ってくれるというか、ここの部分だけみたいな使い方もできます。まあ難しいんで、これは実際ちょっと自分でやってみてほしいなと思います。ケイスケの動画で、ここまで話して大体分かったと思います。まあなんとなく基本の機能分かったと思うので、ここからちょっと実際に僕がどうやってるかっていうのを紹介していきます。まあ多分実例がないと分かりづらいからね、はい。で大体僕がやってるのはこんな感じですね。ちょっと僕はそんなノードの量が多くないタイプの人で、はい、このぐらい10個ぐらい作ってます。はい、まあ僕はこんな感じでやってますね。
まああんまり多くないと思います。10個から12個ぐらいですね。はい。で、一個一個一応ラベルつけておくと、まずノイズリダクション、これの、NR ノイズリダクションですね。これエクスプロージャー、明るさと、コントラストで、ここでサチュレーション、これでホワイトバランス、はい、でここは調整ね、ハードアジャスト、はい、でここでラットでスキン、はい、こんな感じになっています。はい、一個一個紹介しておきます。僕結構ねログ撮影っていう方法で撮ってるんで、まずノイズリダクションかけます。はい、ノイズリダクション、ここでね、まあざっくり言うとこんな感じでかけてますと。はい、でこれ重いんでちょっとオフにしておきます。これノイズを除去するだけなのでね、最後にオンにすればいい。でエクスポージャーは明るさですね。で明るさはリフトガンマ原因を、確認しながら下げていきます。これね下げるときにここね右側スコープ、この部分が出てると楽です。これね波形とかパレードとかいろいろいじれるんですけども、これパレードっていう風にしてあげると、このね赤緑青の波形がね3つ現れます。これ、ね、ちょっと色薄いよって人はこのねマークを押してあげて、パレードのね明るさこれ調整してあげるとちゃんと映ります。でそうするとここ選んだ2番選んだ状態でリフトっていうのをグググって下げていきます。シャドウですね、はい、この線ギリギリぐらいまで、はい、これ以上下に行くと黒つぶれします。なんでこれギリギリぐらいまで、はい、原因の部分も、はい、上にで、ガンマはちょっと見ながら調整しています。でもう少しコントラストが欲しいんで、ここのコントラストの部分をギリギリと上げてあげます。まあこんな感じかな。もうちょいオフセットで明るさ上げたりガンマ上げたりしてもいいね。ほい、こんな感じかな。はい、でサチュレーションサイドです。ちょっとサイド低いんでこう上げていきますね。はい、でホワイトバランス、ホワイトバランスは結構ね今回カメラ側のオートホワイトバランスが優秀なんで、いじらなくてもいいかなと思うんですけども、まあここでいじったりしますね。ちょっと下げるぐらいかな。でアジャスト、これは調整ですね。今回は調整なしでもいいと思います。でここはなんか見やすいように7番つけてるだけなんで、何にも意味ないです。はい、次ラットとスキン、このラットの部分は自分のオリジナルのラット当ててます。はい、ラット当てるとこんな感じで、スキンっていうのはさっきも言った通り、ちょっとね、ラット当てるとどうしてもこの肌の部分っていうのがちょっとわかる、色濃くなっちゃうんですよね。これちょっと汚いなって思う時があるんで、こういう時にこのスキンの部分をこうやってで、これのキー出力を下げる。そうすると、まあ、うまい具合に、こうちょっと肌の部分だけ浮いてくれるというか、はい、綺麗に見えるかなと思います。これ、レイヤーノードですね。で、最後、アジャスト。僕ね、この当てたラットっていうのは、自分のオリジナルで作ってるラットなんですけども、このラットがですね、結構こう露出が下がっちゃったりするんですよね。なので、ここで結構最終調整します。この最終調整は、このカーブでいじってます。サクサクっと。ちょっとコントラストがいい？で最後はエフェクト、オープン FX ですね。ここに関しては、結構ですね毎回変えてます。例えばオープン FX で使うので言うと、これが、まあ、ビューティーとかですかね。結構肌のよいしょ滑らかさ足すためにビューティーっていうのを足したりしてるんですけど、これね足しすぎるとなんか変なブラがかかっちゃうんですよ。ほらなんか変でしょ。なんでちょっとね、足し方はいつも変えたりしてます。あとはグロー、グローっていうのはちょっとほんわりさせるやつですね。ほらこの明るいところがほんわりした、はい、こんな感じで拡散させたりとかできます。でこのエフェクトっていうのは結構重いんで、基本的にはこのねカラーグレーディングっていうのが全部終わってからこの辺のエフェクト足すみたいな感じにしてます。で、やり方、僕のやり方としては、もう基本ね、ここまでっちゃここまでなんですけども、まあなんでこういうやり方をしてるかっていうところだけちょっとサクッと言っておくと、カラーグレーディングには、カラーコレクションっていう部分と、まあ、言われるカラーグレーディングっていう部分があります。で、カラーコレクションっていうのは、適正な、ものの色に戻すみたいな作業ですね。で、例えば僕ってログ撮影使ってるってさっきから何回か言ってるじゃないですか。でログ撮影使ってたら、それを自分が今見てる色にまず戻してから、そこにラットとかあとは、色を足してあげて、
色完成させるっていうのが基本の原理なんですね。で例えばそういう風にすると、カラーコレクション要は適正な色に戻しますよ、適正な色に戻りました、じゃあ全部のね、いろんな素材、他にも動画素材いっぱいあります、その動画素材を全部適正なものに戻しました、適正に戻したらそこにプラスの部分ね、付け足したカラーグレーディングの部分だけをコピーするだけで同じ色味が再現できるよねみたいな、まあそういう楽さとかもあって、基本的にはカラーコレクションっていうのをやってからカラーグレーディングに入るというような感じが、まあ基本となったりします。でただもちろんこれね、最初にも言ったんですけども、もうやり方は無数にあります。なんで、もちろんのさっきからこのやり方がオーソドックスですよとは言ってるものの、1個のノードでやっちゃっても別にそれは自由です。なんでまあいろんな方法を試してみて、自分に合ってる方法っていうのを見つけていただければなと思います。どうで多分ね、ここまで説明するとこのラットじゃねえかと、このラットが色決めてんじゃねえかって言われるんですけども、このラット自体はですね、なかなかね配るとですね、まあ大変というか、まだこっちも準備ができてなくて、なんかただ配るとこの入れ方がわかんねえよとか、そういう質問が大量に来ちゃうんで、ちょっとね、どういう風に配布するかっていうのは今検討中というか、なんかまたね、いろんなラットパックみたいな感じで作って、販売しようかなとも検討しています。はい、結構今回マニアックな話になったし、難しい言葉も飛び交ったし、あとは僕のやり方もサク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 って言って紹介してって、もう何が何だか分かんないって人も多いと思います、多いと思うんですけども、まあ、これね一回真似してみてもらって、どういう風なポイントをやってったのかなっていうのをおさらいしてもらって、何回か見てもらって、自分でやって、で自分の身につけて、いろいろ自分の撮ったクリップに当ててみてくれればなと思います。で一応この後もうこれでね 2,30 分いってると思うんだけど、この後大元さん、この前コラボした大元さんに実際カラーグレーディングのやり方、大元さんバージョンも聞いてきました。もう本当はね大元さんのものなんで有料版かもしれないんですけども、その辺もぜひ見てチェックして自分なりにやってみてくれると嬉しいなと思います。ということで、ちょっと前に大元さんとコラボした時の自分にチェンジします。どうぞ。ケイスケの動画、はい、ということで、ちょっと今日は番外編として大元さんにカラグレのことをちょっとね聞こうかと。一応ねこの動画では多分僕がカラグレの方法についてご紹介してるんですけど、うんうん、僕一人の情報だと、うん、多分なんかちょっと少ないかなと思って大元さんも呼びました。あ、一応自己紹介を大元 TV の大元です、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。でここからちょっと大元さんにも、多分僕とはノードの構造が全然違うと思うんで、その辺をちょっと聞いていきたいなと思います。はい、で今画面をこう出してきます。はい、はい、で画面出したんですけど、うん、1個目のノイズリダクションですよね。そうですね。で基本ノイズリダクションって多分ここだと思うんですけど、うん、はい、こっちですか。あ、僕はねこの空間的の方使ってるんですよね。ああ、そうなんだ。画質優先の範囲注意にして、はいはい、ちょっと上げるみたいな。で、まあ、ちょっと上げるぐらい。なるほどなるほど、はい、はいはいはい、ありがとうございます。まあこれちょっと重くなるんで1回消す、はい、でここの CS がカラースペース、はい、カラースペース変換っていうのをやってて、オープン SFX からそれを入れるんで、ラットをその、はいはいはい、今回撮影してる S ログ2で撮影してるんですけど、はいはいはい、ラットでこう色を つけると、まあ、ちょっと荒くなっちゃうなっていう印象があるんで、なるほど、で僕はカラースペース変換でやってるんですよね。はいはいはい、はいはい、カラースペース変換をやると、うん、結構色ははっきりするんですね。そうですね、これもラット当てただけでもほぼOK ぐらいな感じですよね。確かに、かなり綺麗にラットというかカラースペース変換、これ確かに便利ですね。要は、このカラースペース変換で、カラーコレクションの作業してるってことですよね。はい、はいはいはい、なるほどなるほど、カラースペース変換の方がいいのかな、まあ、こっちの方が僕はなんか最近使いやすくて。確かに僕はもう、はい、本当ゼロから、うん、ログを普通のカラコレして、うんうんうん、そこからラットやってるんですけど、うん、確かにこれもありっすよね。はい、でこれ結構理由があって、ルックのところでちょっと後なんですけど、はいはい、ルックのところでもう一個ラット当ててるんで、うんうん、あんまりラット重ねたくないっていう理由もあったりするんですよ、ね、なるほど。これラットじゃないですよね、カラースペース変換って。はラットじゃないんですよね。はいはいはい、なるほど。で EXP はここは、エクスポージャーか、エクスポージャーで明るさとですね、はい、はい、ちょっと今かけてるわけじゃないですけど、一応構造的にはこうなってます、はい、でホワイトバランス、はい、あー、なるほど、こうやってんだ、はい、へえ。じゃあここでカラコレか。そうですね、はい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 、ここでカラコレです。カラーコレクションして、ここからカラグレみたいな感じですね、はい、で
で、これブラック&ホワイト、ブラック&ホワイト、そうです。ここで全部白黒にしちゃってるんですよね。へえ、これ何ですか。これはですね、あの3つこう縦に並んでるんですけど、うん、こうレイヤーノードっていうのを使ってるんですね。ああ、レイヤーノード、はいはいはい。でレイヤーノードは、下のノードがその一番上に出てくるやつなんで、やっぱスキントーンが一番重要ということで一番下にして、あの他のところにこう影響されないようにしてるんですね。はい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 。でその上にルックで、ここでラットを当ててるんですけど、これはまあ自作のラット今回使ってるんですけど、はいはいはい、ラットを当てて、その上がブラック&ホワイトで全く白黒のやつにしてるんですけど、なるほど。ルックのところがこれか。あ、そうです。それでちょっとこう、あ、原因下げてですね、薄めてるんですよね。なんでそのブラック&ホワイトの白黒のやつとこう混ざって、ちょっとなんかなんだろう、色が薄い感じになるっていう感じにしてます。ルックで再度下げるのとはまた違う出方するんですかね。うん、そうですね、このなんか別々にやった方がどっちがどの責任で色を作ってるかっていうのは分かりやすくなるんで。なるほどなるほど、はい、修正もしやすいっていう。はいはい、なるほどです。でアジャスト、はい、ここでまあ微調整ですよね。はいはい。あれ、これアザーにあれかかってるんですけど、いいですか。あ、いいんですいいんです。おお、はい、これ初めて見た。はい、アジャストあって、これが微調整ですよね。微調整、全体を調整するって感じ。はい、一回ちょっと微調整して、アザー、はい、これはですね、そのスキントーンで選択されてないところだけの色を変えるノード、ね、あー、なるほど。なんでここを青いところでくっつけてて、はい、でさらに、あ、これか、これ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 でこうなったの分かります？色変わりましたよね。はあ、はあ、はあ、消して、今だとこの肌のところだけが選択されてるんですけど、うん、まあ、あと髪のところ、はいはいはい、もう一回押すとそれ以外のところ選択されてる。逆の選択にしてんだ、はい、はいはいはい、なるので、そうするとこう肌色以外のところの色を変えやすいっていう。なるほどなるほど。そこのスキントーン以外が変わるっていう。それ逆に、うん、なんでここの位置にしてるんですか？アジャストの後、アジャストの後にして、うん、アザー、あ、まあ、これはここから取ってきてるわけじゃないですか、選択範囲を、はい、なんでアジャストの後にしてる。あ、そう、アジャストの後でいいのか。そうなんです。ここで1回調整してから、もう1回アザーで それ以外を変えて、で最後にもう1回調整するんですよね、僕は。へえ、そうなんだ、はい。へえ、それがまた大元さんなりのやり方なんですね。これなんかいろんなチュートリアル見て、いろいろ混ぜこぜにしたら今こうなりましたね。なるほどなるほど。これでやると、そのノードが、ね、どこに影響してるか分かりやすくなるんで、うんうんうん、だいたい色ってこうコピペするじゃないですか。しますね。このカットと違うカットでコピペして、うん、コピペした時にちょっとやっぱり明るさとか違うし、うんうん、ホワイトバランスもちょっと違ったりするんで、それでそれぞれで修正していく。はいはいはい、なるほど。がやりやすい。はい、ありがとうございます。まあ、てな感じで、大元さんのお話も聞いて、まあ、こういうやり方もあるよっていうのが、まあ、分かったんじゃないかなと思います。まあ、僕のやり方もありつつ、大元さんの やり方もありつつ、どこで基本学んだ感じですか？僕はもう全部あれ YouTube、 あと本ね2冊ぐらい買いました。ああ、そうなんだ、はい、そうなんだ。そうそう、結構ね、人によって本当にやり方が全然違うんで、自分のようにいじってみて、どのやり方がベストなのかなっていうのを探ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、1個は真似してみることですよね、うん、僕とか大元さんとか、はい、そういうのを真似してみてやってみてくれると嬉しいなと思います。って感じで、今日の動画は、最後にゲスト登場という感じになりました。はい、今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃ長いね、多分この動画、うん、僕見て、見られてるかな。見られてます。チャプターつけて、チャプター、いや大元パート、もう逆に、もう40分ぐらいのやつにしようと思ってるんですよ。はい、だから逆にここまで見ます。あ、逆に、はい、そうかそうかそうか、はい、はい、ので、大元さんのチャンネルの方も見てくれると嬉しいなと思います。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日はね、ちょっとレンズの、レビューをしたいと思います。今度発売される ZV-E10 にめちゃくちゃ相性いいんじゃないかなと思ってるんで、その辺も含めて写真動画いろいろ撮っていきたいと思います。